ははいどうもこんにちはしゅうすけです今日は司法の仕組みその1ということでですね司法権の独立についてやっていこうと思いますということでですねあのー、この司法に関しては、まあ、あんまり今までね語ってこなかったと思うんですけれどもこれもねまあ重要すべきところであるとでね今回は面白いと思いますよ今回は面白いですということでねちょっと聞いてってくださいあのー、まずですねこの司法権の独立って今回のテーマね これ何なのかっていうとですね、まあ、この司法権がちゃんと独立してるつまり裁判とかやっていいこと悪いことちゃんと判断するよって権利が、まあ、こう行政から独立してるっていうのがすごく大事なんですねこれは何を言ってるかというと例えばさあの最初の方に話したあれですよねなんかイギリスとかの王様が絶対王政とかで大暴れした時っていうのはこいつ気に食わないなもう東国みたいなことが普通にあったわけじゃないですか何かありましたよね王様に反対しました昔からなんか牢獄行きみたいな まあ、ああいうのが起こりがちなわけですよね。なんか権力者がいますと。で、それがいろいろ逮捕とかできる、勝手に裁けるってなると、まあ、そういう問題が起こりやすい、そういう権力と結びつきやすいんですよね。だから、まあ、ちゃんといいものはいい、悪いものは悪いということで、ですねちゃんと法の支配っていうのを、なんか、しっかりとですね、やっていくためには、やっぱり司法権がちゃんと独立してるってことが重要なんですよ。もう国とかとは別でね。 そこら辺に関してね、まあ、これからやっていくわけなんですけれどもではまずねちょっと司法権とはそもそも何なのかという話からねやっていきたいと思います、まあ、そもそも司法権とは何かと、えー、裁判を通じて国民の自由と権利を保障し社会の放質上を維持していく権限のことということですね、まあ、さっき言ったようなことですよねでそんな司法権は最高裁判所と下級裁判所に与えられています、まあ、これなんだっていうのはね次回詳ししく説明します でで特別裁判所は設置不可であるこれちょっとポイントね特特別別裁裁判判所所は設置不可能でああるよ特別裁判所これねあの大日本帝国憲法の時とかに出てきたので覚えてる人もいるかなって感じだと思うんですけれどもこれはね何かっていうとね通常の裁判所とは別に設置される特別に設置される裁判所だから特別裁判所なんだねこれ大日本帝国憲法下では普通に置かれていて、まあ、行政裁判所皇室裁判所軍法会議 みたいなのがね、例えばあるんですけれども、まあ、軍法会議とか、例えば分かりやすいと思うんだけど、なんか軍人とかをね、裁くための裁判みたいな感じでね。これはね、軍隊の規律をちゃんとするためみたいな感じの名目で、なんか別で開かれるのよ。でもこれ、いろいろちょっと問題があって、これ、軍法会議で裁きますってなった時に、その内容は、まあ、あんまり公開されないと。まず原則非公開なんでね。で、外から見て、公平性が保たれてるかどうか分からないと。で、しかも、その判決が不服ですってなったとしても、だからそれをね、じゃあ、 もうあの控訴します、もっと上の裁判所でやらせてくださいみたいな、そういうのがね、ちょっと適用されなかったんだね。なぜなら通常の裁判所じゃないから。 通常の裁判所だったら、なんか,後から出てくるようにですね、ちょっと第1審があって、第2審があって、第3審があってみたいな感じで、納得いかなかったら、どんどん裁判所のランクを上げていって、再びもう一回裁判してもらうみたいなことができるんだけど、特別裁判所ってのは、そのルートが外れてるから、不服です、この判決分かんないです、ちょっとやめてください、勘弁してくださいってなったとしても、それをね、解決する手段がないんだよね。 とということで,ですね、まあ、特別裁判所はこうダメですよというふうに現代の憲法ではなっていますちゃんとみんな平等に、ね、法で裁きましょうということですよで次行政機関は終身として裁判を行えない就寝って何かって言いますと、まあ、終わりの裁判ということで日本で言うと最高裁にあたるやつですもうほんとラストの裁判ねこれ以上はないよとこれ以上判定は覆りませんよっていうなんか裁判それはなら就寝っていうんだけども行政機関はそれを行うことはできませんよということですね 行政機関がそれをやってしまうと、まあね、最初に言ったような,な権力者の暴走につながってしまうということがあるのでそれはダメってことですえじゃあ就寝だったらいいのってなるかと思いますけれどもこれ実は、ね、いいんですね行政機関はもう就寝じゃなければ全、まあ、身だったら一応裁判っぽいことを行っても許されます例えば特許庁の審判え都市収容法に基づく収容委員会の審理え労働組合法に基づく 労働委員会の審問命令とかですね、まあ、ちょっといろいろ書いてあるんですけれども、まあ、今ごちゃごちゃ言ったんですけど、それは覚えなくてよくて、とりあえずまあ行政機関も裁判らしきものを行うことができると、なんか揉めてます。揉めてるって時に、いや、これはこっちが正しいと思うよとかですね、まあ、そういうちょっとしたことはするわけですね、争いごとを平定するみたいな。でもそれが終身になったらいけない。それで結論です、これで終わりってやっちゃいけなくて、納得いきませんってなったら、ちゃんとね、まあ、裁判所に裁判やってもらうことができるというわけです。そんな証券なんですけれどもです、ね、まあ、今回のメインテーマ証券の独立。 独立しているんですね独立しているというか独立していなければならない証券の独立とは司法権が内閣や国会から分離独立していて他の権力の干渉を受けないことであると憲法にもですね裁判官はその両親に従い独立したその職権を行いこの憲法及び法律にのみ拘束されるというふうに書いてあるんですねかっこいいよねなんかねその両親に従いだからやっぱ裁判官個々人がですねもうなんか上のなんか上司とかこの国とか そういうのに縛られずにですね、法律と憲法にのみ拘束されて、で自分の良心に従って判決を下しなさいと。これなかなかかっこいいこと言ってるわけですよ。冒頭にも言った通りですね、司法権が独立してるってのはすごく大事なことです。だからこそ裁判官っていうのはですね、もうエリート中のエリートしかなれないというわけですよ。もう幼い頃からバーッと勉強して、その勉強得意だったぜっていうエリートの中でも、さらにその一握りがですね、もう日本で最難関の試験である司法試験に合格して、で、その中でもさらに成績優秀な人のみ、 あ裁判官になれるわけですねやっぱりね神ならぬ人が人を裁くっていうのが、まあ、どれだけ重いことかということでそこはねやっぱり気を使ってるところなんですねもう本当にそれを託せる人だけを取ろうということですねそこはやっぱり頑張ってるわけですよいやそう思うとねんかねかっこいいなって思いますけれどもえでこの条文ですね裁判官それぞれの独立も重視されてるっていうのが地味ポイントなんですねこう例えばなんかさっきの司法権の独立っていう話だと、まあ、やっぱですね、まあ、なんか 国と司法とちゃんと分けるみたいな行政立法とちゃんと分けるみたいなそういうイメージが強いと思いますけれどもなんかこの裁判所内でもですねやっぱ上司からの不当な圧力とかがあった時に。 こう判定をねじ曲げてはいけないみたいな、判決をねじ曲げてはいけない、そういうこともなこの条文には含まれているわけです。この裁判官はその両親に従い独立したその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると言ってるわけですから、まあ、上司とかにも屈してないぞと、そういうところがね、まあ、この条文に表れているわけです。そもそもなんでねこういう考え方が、ね、出てきたのかっていうとそ、ね、きっかけとなる事件があります。それが、ね、大津事件です。これ面白いですよ。これ面白い。 1891年ということで、まだ大日本帝国憲法時代。というかね、大日本帝国憲法出来たてです。この大津事件が1891年。で、大日本帝国憲法が施行されたのが1890年。つまり1年前ですね。そんな時に起きたこの事件。果たして何だったのかで、これちょっと面白いんですよね。これどういう事件だったかと言いますと、ロシアの皇太子が警察官に襲われ負傷したという事件です。これまあとんでもないことですよ。日本にね、皇太子が来たんですね、ロシアの。皇太子って言ったらすごいことですよ。 もう位継承者ですから、まああのー、言ってしまえば王子様的なことですね。ちょっと違うけど、まあ、イメージとしてそういうことですよ。王子様的な人がやってきたわけですよ、ロシアの王子様が。でその人をですね、まあ、なんかロシアに対して不満を持っていた、北方領土に対して不満を持っていた警察官がですねいきなりサーベルで切りかかるんですね。うわーって切りかかって、も,うものすごい大怪我を負わせてしまうわけですよ。まあ、幸い命、別状はなかったんだけれども、まあ、大事件じゃないですか。 もうその時の日本ってねどういう状態かっていうと、まあ、そもそもですねもう開国したばっかですよもう開国してなんかもうアメリカとか来て黒船やべえとか言ってですねまあ、どうやらもう列強というかまあ、欧米はとんでもなく文化が発展してるらしいまずいぞっていう風になってで向こうには下に見られてるわけですねこっちは野蛮な国だとでそんな時にまあもう不平等条約を結ばされてですね なんかもう君たちは野蛮な国だよ、なんか憲法とかもないし、全然、なんか近代的な国じゃない、そんな国とは、なんか条約も平等なの結べないよって言われてたところなんですね。だから、うーんっつって、俺たちもなんか対等に見られるようになりたいと思って、なんかこう近代国家になるために憲法を頑張って作って、ようやく発布したっていうところなんですよ。そんな時にですね、もうロシアって言ったら、強国ですよ、自分たちより圧倒的格上だと当時思っている、そんな国の皇太子をですね、まあ、切りつけてしまったわけですよね。 これは恐ろしいじゃないですかまずもう野蛮の一言ですよね <laughs> まず超野蛮ですよ近代国家近代国家にするって言ってるのにもうそんなことを起こしてしまうまずやばいしかもですねこんな憲法を出した直後にそんなことになってしまうということでもう大焦りですよねもう日本中に激震が走ってですねこれはまずいロシアが報復に来るこのまま日本を滅ぶかもしれないっていうねそれぐらいの勢いでねグワーってなったらしいですよ内閣も当然焦るわけですねこれどうするとこの犯人どうするみたいな もうこれは相手国に正義を見せるためにもう殺すしかない死刑にするしかないっていうわけですよでも当時の日本の法律ではですね外国のか皇族を裁くそういう法律はね存在してなかったんですねそういうのを想定してなかったのよもう日本のもう皇室だから天皇とかが例えば何か襲いかかられましたってなったらそれ用の法律はあったのよそんなやつは死刑だとかねあったんだけどでも外国のね皇族は想定してなかっただからねもう 法律に照らし合わせたらもうロシアの皇太子だろうが一般人としてカウントしなきゃいけないでそれでやるとしたら一番重くても無期時計っていう、まあ、無期懲役的なねそういうなんか刑罰があるんですけれどもそれしか無理だと,ちょっと死刑はこの法に照らし合わせたら厳しいってなるんですねこれでもう行政府からしたらえらいことですよこっちはもう大騒ぎロシアが報復してくるかもしれないもう実際その皇太子天皇が謝りに行くみたいな騒ぎにも実はなってるんですよ もうそんな中で、この犯人をもう無き時計なんかにしたらもう示しがつかんということで,ですねまあこのねここのの裁判官たちですねもうものすごい司法に対して圧力をかけるんですよ。死刑にしろと死刑にするしかないみたいなまあどうにかして死刑にしたわけですよねでも、なんかあのこれ,これちょっといいエピソードなんですけれどもその時ですねにこうやって実際の法律に当てはめると死刑にできないんだったらもうなんか内閣のメンバーの1人が言うわけですよだったらその犯人はもう裏で呼び出して拳銃でぶち殺すしかないみたいなそれが一番いい策だみたいな言うやつもいたんですよ。 そしたらそこで,です、ね、当時の首相伊藤博文はですね、バカ野郎日本は法治国家だぞっていうふうに叱りつけたっていうね、ちょっとこれいいエピソードだと思うんですけれども、伊藤博文はですね、大日本帝国憲法を作った本人なわけですよ。だからその本人が、この、もうかなりの信念を持ってですね、まあ、こう、大日本帝国憲法をバンって発布しましたと。で、そんな時に起きたこの事件ですから、これは法治国家でいられるかどうかの存亡だと。近代国家でいられるかどうかのなんかその瀬戸際にいるんだと。 なんんかそういうういい思が多分あったんだろうね日本は法治国家なんだ法治国家になるんだっていうねそういうね強い決意があったというところで、ね、結構いいエピソードだなって思うんですけれどもまあそれは置いといてですねまあ、とりあえずそれでちゃんと裁判でなんかやって死刑にしなきゃいけないっていうか, <laughs> そのなんか裏で殺すとかはだでもうちゃんとしたルートを通って死刑にしなきゃいけないっていうことでもうすごい圧力をかけるんですよまあ当時の裁判所のトップ、まあ、今でいう最高裁判所みたいな のがまあ大臣院ってところなんですけどその大臣院の長ですねまあ小島意見ていう人がいるんですけれどもその人はですね内閣にこういうふうに言われてる内閣の圧力があるでもいや違うとちゃんと法律に照らし合わせればこれは無期時計が限界だって言ってですねその当時の担当してた裁判官を励ましたんですねいや負けるな内閣に自分が正しいと思う そういうういいい判判決をを下ししなさっってててに言って裁判官を励ましてですね結局その担当している裁判官は分かりましたということでですね無期時計にしますということでね内閣からの圧力をバンって跳ねのけてもうんガンって押し切ったんですねこれはえらいことですよね結局まあ死刑にならなかったんですよその犯人はまあもう内閣もねもう大慌てですようわーふざけんなっていうふうになったんだけどこれもねちょっといい話だなって思うんだけどこれで どうなったかっていうとロシアがじゃあブチ切れてこう報復してきたのかっていうとそうでもなかったんだね実はねそこは割と寛容に見てくれてですねまあなんか天皇も謝りに来てくれたしいろいろ誠意を見せてくれたのはわかるとでもなんか日本そこでちゃんとその犯人をなんか法とか無視して殺すんじゃなくてちゃんと法にのっとってやってるなみたいなあなんか意外とちょっと近代国家っぽいかもなんかなかなかやるじゃないみたいな評価に世界中でちょっとなるんですよ ちゃゃんと司法権の独立保たれてるじゃないかとあーなるほどねって。いうこれがですね、不平等条約改正に向けてですね、なんかいい効果を及ぼすっていうね、結局そういう方向に行くということで、この大津事件、なかなかね、この司法権の独立に関して重要な事件なんですね。これがね、近代国家仲間入りの、もしかしたらターニングポイントだったのかもしれないというね、そういう事件でした。っていう感じなんだけど、まあ、ちょっとだけね、問題があったんだよね。それは何かっていうとですね、小島意見が、このなんか、担当の裁判官を励ましたっていうところなんだよね。 それはさ確実に判決に影響してるわけじゃん。これはですね、個々の裁判官の独立を脅かすものではあるんですね。これがまあちょっと問題ではあるなっていう感じになってですね、だから日本国憲法では裁判官はその両親に従い独立したその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるってわざわざ言ってるわけですよ。ちゃんともう裁判官同士の独立も担保しようよと。だから裁判官同士でそういうもしなんか影響を与えるのが許されてしまったら、 なんか上の方が腐った時になんか下の方の人たちは従わざるを得ないみたいなそういう空気になるかもしれないとそれはだめだってことですねでまあその後ですよでこの大津事件の次もう一個ですねちょっとまあ事件があるんですねそれがれ平賀所管事件です平賀所管事件1969年これはだからまああのだもうすでに日本国憲法ですよね戦後ですよこれ実はですね皆さんももう知ってるんですよ長沼内規基地訴訟第一審の出来事です 地訴訟を覚えてますかねあの自衛隊とか、あそこら辺の話で出てきたやつですよ、自衛隊はそもそも合憲なのか違憲なのかと、それが問われた裁判ですね、あの時実は、ですね司法権の独立を脅かすとんでもない事件が起きていたと、まず札幌地方裁判所で,ですね第一審が行われたわけなんですけれども、そこで、まあ、あの裁判長はですね、うーん、まあこれ、自衛隊ぶっちゃけ違憲だろっていうふうに思ったわけですね、これ、福島さんっていうんですけど、福島さんはですね、これ、ぶっちゃけ違憲だなって思ったんですよ。 そんな時に、まに、あ、その裁判所の所長ですよね、もう裁判所の一番偉い人が、急になんかこうメモみたいなのを送ってくるんですよ、メモ、いろいろそこいろいろあるんですけど、とりあえずなんか言ってくるんですね、書簡手紙みたいなのを出してきてですね、うん、これはちょっとあのー、まあ、一兄貴分としての意見なんだけれども、まあ、合憲じゃないですか、みたいな <laughs>、なんかそういうこと言ってくるんですね、これは意見ではないんじゃないか、みたいなことを所長から言われるわけですよ、え、みたいな。 これも後々から、ねまあ、国とつながりがあったってことが、まあ、分かってるんですけれども、とりあえずは国から圧力があったわけです。国もしくは上司からですね、圧力があったんですね。やっぱりまあ、ね、国からしたら自衛隊が違憲だって言われたらまずいわけですよ。ということでですね、まあ、なんか何としても合憲にしたいとそういう力が働いたんですよね。で、そこでなんかまあごちゃごちゃ言われていると。で、 その福島裁判長はですねでもすごくね意志が強くて、ね、優秀な裁判官だったっていうふうに周りの評判で言われているんですけれども、まあ、その人は結局どうしたかというとですね結局それをですね、まあ、全無視してですね、まあ、違憲判決を下すんですねもう自衛隊は違憲ですって,いう、ね、バーンって言うわけですよこれ覚えてる方いらっしゃると思うんですけれども第4位違憲ってちゃんと言ってましたよねそれよく跳ねのけたぞ偉いぞっていうのがですね、まあ、この平賀所管事件ですあ、これねごめんごめんこれ平賀っていうのはその所長の名前です これ平賀っっっててていう人がこの福島裁判長にわーって書簡を送ってきたんですねでこの書簡を送ったっていうのが、まあ、ちょっとなんか流出してしまって大問題になってバレてこれなんか平賀書簡事件っていうふうにね一大事件になってしまうんですけれどもこれはねだから個々の裁判官の独立を脅かす一大事件ですよねということなんですけれどもちなみにこれ後日談がありましてこれ福島裁判長これ意見判決を出した裁判長はですねその後家庭裁判所っていうのに左遷されてしまうんですよね家庭裁判所に行ってでそこでもう何十年もやると。 まあ家庭裁判所が、まあ、悪いわけじゃないけど、なんかこう、なんていうか、まあ、正直ちょっと降格っぽい感じなわけですよ。で、そこで何十年も、なんか引退ぎりぎりまでやることになってですね、まあ割と冷や飯食わされたみたいな状態になってしまったということですね、だから司法権の独立、ぶっちゃけどうなのみたいな疑問が投げかけられたりすることもありますね。 まあ、しかもですね、それで違憲判決を出したんだけれども、まあ、第2審、第3審では、その自衛隊についてまともな議論はされず、ですね、そのままぱっと流れて終わってしまったという、そういう、ね、悲しい経緯もあるんですね。なかなかそこら辺は闇が深いということで,で、すね、まあ、そんな2つの事件をご紹介しましたという感じです。はい、というわけで、ですね、次、裁判官の身分保障のお話。 裁判官の独立をね守るためにですね裁判官には身分保障っていうものがありますつまりですね変な判決をしたって周りに思われてもですね別になんかクビになったりとかしないよと言及とかもないよということですねまあそうつまりだからさっき喋ったような福島さんのような人をね出さないための制度なんですねとは言いつつもまあちょっと福島さん出ちゃったわけなんですけれどもまあ、だからね本当に今から言うことが守られてんのかって言ったらわかんないんですけれどもまあ、とりあえず、ね、建前上次のようなルールが決められています まず定年はありますが以下の場合に罷免することまた行政部の懲戒処分も不可とされて罷免というのはやめさせることですねまず裁判所による心身故障による職務不能を理由とした文言裁判文言裁判っていうのはまあなんか裁判所の内側でやってるなんかこいつをちょっとどういう処遇にするか決めましょうみたいなそういう裁判のことですそこでですね私ちょっと体調不良なんですけどもちょっともうこれ以上職務続けられそうにありませんっていう人が出てきたらあ,あまあじゃあしょうがないねじゃあ君はちょっとじゃあやめてもらおうみたいな 感じるるるこここここととががああんででですすすけけれれれれれども、まあ、そそそここ書いいてなならららめれますまあ、そりゃそうだよねもう続けられないからちなみにこの文言裁判なんだけどなんかまあ辞めさせる以外も普通にあるんだよねこれなんかこういうことをしちゃダメだよみたいな裁判官にふさわしくない行動をしてるね君とか言ってなんかこう文言裁判を一応行うことができるんだけどそれのマックスでもなんか戒告って言って厳重注意みたいなやつもしくはなんか過料1万円っていうなんかまあ罰金1万ですねくらいのことしかできないですよ だからこうなんか上の方の人たちがこいつムかつくかクビみたいなことはできないようになっている。それによってまあ裁判官は独立を保とうとしているんですね。で次、国会による職務義務違反や職務怠慢、非公を由とした弾劾裁判。まあこれはね、国会の中で開かれる裁判で、この裁判官はまあなんかちょっともう裁判官にふさわしくない、ダメ、やめさせるみたいなそういう裁判ですね。それを弾崖裁判と言います。過去にですね、 あの9人がこの弾劾裁判にかけられましてそのうち7人がですね、まあ、実際に裁判官としての立場を失っています一応機能してるんですね最後国国民民による国民審査実は我々にもですね最高裁判所の裁判官を辞めさせる権利っていうのが存在するんですよ衆議院の総選挙に行くとこう書いてあるんですねこの最高裁判所の裁判官あなたどう思いますみたいな <laughs>。 なんんかそういういいの書いてあるんですよ、まあ、アンケートみたいなのがあってですね。ねアンケートっていうかまあ投票なんだけど、まあ、そこでですね、まあ、この裁判ダメだと思いますみたいな感じでわー,ーってやって、ペッて出すとですね、まあ、それがなんかすごいその票が多かったら、そう裁判官辞めさせられるっていうルールがあるんですよ。つまり、国民の大部分がダメだって思った裁判官辞めさせられるということですね。でもぶっちゃけ、まあ、これで辞めさせられた人は一人もいないです、今まで。やっぱね、よく知らないじゃん、裁判官のこと。 裁判官のことそんな知らないのでこの最高裁判所のこの裁判官はダメだなみたいな別にみんな思ってたりしないわけですよねだから、まあ、ぶっちゃけ機能してるのかよくわからないっていうのがこの国民審査ですまあ、みんなそんなね裁判官のこと興味ないからね、まあ、知らないっていう感じになるかもしれないんだけどねじゃあ俺たちは知る術ないのかってそうではないんですね 実はね、まあ、選挙の時とかにはですね、新聞とか行って、なんかまあこういうのが届いたりするわけですよ。今とかね、ちょうどね、統一地方選挙やってるんでね、地方選挙みたいなのやってるから、まあ、新聞だとか言ってなんかまあ届くんですよね。こうなんか選挙候補だとか言って、こうやってなんかこの候補者はなんかこういう政策を掲げていますよみたいな感じでですね、まあ、バーっていろいろ書いてあるわけですよ。まあ、こういうのを見ながらふむふむふむっつって、ああ、このなんか政策いいな、じゃあこの人に投票しようみたいなやつを、まあこうそれぞれ考えるわけなんですけれども、これのね、 最高裁判所裁判判所官バージョンもあるんですねそれを見るとですね、あ、なんか、あ、こいつは、なんかこういう判決を過去にしているのかと、こいつちょっと微妙じゃないかって思ったらですね、 まあその意見を持って、衆議院の総選挙の時にまに、それをの意見を胸に秘めていくとですね、その裁判官はダメだっていうことをですね、自信を持って投票することができるわけなんですよ。こういう人たちが増えればですね、もしかしたらこの国民審査っていうのをね、機能するようになるかもしれないということですね、興味あったら、ぜひとも見てみてくださいっていう感じですね。ということでですね、この司法権の独立の話、以上になります。 僕的にはね、ここら辺の事件はね、割と胸にくるものがあるというか、面白いんですね、この特に大津事件、平賀所管事件あたりっていうのはですね、まあ、なんか裁判所、裁判官とかのね、まあ、人間味がね、ちょっと垣間見えるというか、そこやっぱ好きですね。裁判官も人であるっていう本を最近読んだんですけれども、まあ、やっぱこういうのとかも、あやっぱりこの世界っていうのは、なんか人間が作ってんだなと。いろんな組織も、どんな風に堅く見える組織、どんな風にこっちから見えて、こっちから見たとき、なんかよくわかんない組織だったとしてでもですね、人がやってんだなと。 でそれによって我々の社会は回ってんだなとそういうところが垣間見えてですね僕はねおおと思いましたねそんな感じでした次回もね裁判内容やっていきますのでよろしくお願いします最後まで聞いてくれてありがとうございます「ここ未来」でアプリを作っちゃいましたなんとここ未来の全講義は広告なしテキスト付きで見れるんです YouTube よりアプリの動画が先に更新されるので待ちきれない方は要チェック誘惑だらけの YouTube から卒業し魅力的な関連動画やわズらわしい広告に時間を奪われることなくスラスラ学習を進めましょうダウンロードは概要欄から